ボルーあるいはベルは、北欧神話の知恵に関連する女神。ボルは13世紀に書かれた、スノーリノエッタで裏付けられ、また、スカルドシノケニングに二度使われている。研究者などはこの女神の名前の裏の意味についての、学説を提起している。スノーリノエッタの、ギルビタブラカシ35章で、ハールは16柱のアース女神について、簡単に説明する。 ハールはボルを10番目に挙げ、ボルは賢く詮索好きなので、何事であれ彼女から隠し通すことはできないと述べる。ハールは何かを見つけ出した女はボルになるという言い回しがあると付け加える。スノーリのエッたの45法75章では、ボルが27柱の女神のリスト内に登場する。ルドルフ・ジメックは、ボルと注意深いという意味の VRR の間の、 語源学的なつながりが正しいとしても、ボルが、つなおリのエッタで裏付けられるように女神であるかどうかは、不確かであると述べる。同じ著書の中で、ジメックは、サーガ、フリン、シェブン、スノトラ、バール、そして、ボルら女神たちは、漠然と、女性を保護する女神とみなされるべきと定義された存在であり、彼女ら全員が、私的な範囲の特殊分野に責任を負うが、守備範囲に、 明確な違いがあり、多くの点でマトロナエに類似していると記述している。ジメックは、ゲイラーボルという名のバルキュリアの名前の二つ目の要素が、女神ボルと同一か、あるいは VR が単に個人名の設備時として、ありふれたものである可能性があるとしている。アンディオ・チャードは、スノーリの語源の解釈は、非常に難解であったためにそれ以上は資料に、当たれなかったことをほのめかしているのではないかとし、 そうでなければ、ボルに関する資料が滅多になかったのだろうと指摘する。翻訳元翻訳。ありがとうございます。